公立鳥取環境大学では自然環境の保全と経済発展、2つのバランスが取れた社会を実現するための人材育成を行っています。お話しいただくのは、経営学部の石川雅美さん石川さんは、経済的な手法による環境政策の研究に取り組んでいます。今回ののテーマはゴミから見直す私たちの経済 私たち人間が出すゴミと経済社会とはどんな関係にあるんでしょうか今回から4回、えー「ゴミから見直す私たちの経済」と題しまして身近な環境問題であるゴミ問題から私たちの暮らしや経済の在り方について考えていきたいと思います。1回目の今日は ゴミは経済の鏡と題しましてゴミから見えてくる私たちの暮らしの移り変わりについて見ていきたいと思います考古学や歴史を研究している人たちは遺跡を発掘するときにゴミ捨て場に注目をしますゴミ捨て場にどのようなものが埋まっているかこれを研究することで当時の人たちが 何を食べていたのかどのようなものを使っていたのかどういったところと商売をしていたのかそういったその時代の暮らしや経済のあり方が明らかになってきます私たちの暮らしも私たちの経済も私たちが今出しているゴミの中に現れていると考えてよいでしょう暮らしと経済の関わりを考える 最初のポイントとしてゴミの量を見ておきたいと思いますこちらのグラフは日本人が一人一日に出すゴミの量を示したものです一番左側は1980年代の後半いわゆるバブル経済の頃ですこの頃日本人が一人出すゴミの量というのは急激に増えましたそれから 21世紀に入って2000年代の初め頃までゴミが非常に多いゴミを何とか減らさなければいけないということでゴミ問題が深刻になっていたわけです。実はは最近ゴミの量は少し減ってきてきいますバブル時代にゴミが大きく増えそして最近になってまた少し減ってきた。 ここにも私たちの今の経済の姿というものが現れていると考えられるでしょう豊かになるとゴミが増えるという傾向がありますこのグラフは左側から右に行くに従って豊かな国そしてそうでない国というふうに並んでいます そして縦はゴミをたくさん出す国、そしてゴミをあまり出さない国というふうに並んでいます。ご覧の通り、豊かになればなるほどゴミの量が多くなるという関係が見て取れます。日本も豊かになっていった時代、ゴミの量が急激に増えていたというところで、海外と比べても例外ではありません。 ゴミの量に対してもう一方でゴミの中身はどうだったでしょうかこちらの方にも暮らしの変化というのは現れているわけですゴミの量が変化してきたということは他の面にも変化が現れてきていますこちらは日本人一人1年間にゴミ処理に対してどれだけお金を使っているかということを示した変化です 先ほどゴミが非常に多かった90年代から2000年代の初めにかけて多いときには2万円を超えるお金がゴミ処理に使われていました。近年、ゴミの量が少し減ってきたことでゴミ処理に使うお金も安くなってきています。ゴミの中身について考えてみましょう。こちらの表は京都市の 市民が出しているゴミの中身がどのようなゴミでできているかということを示した表です第二次世界大戦前から比較的最近までのデータから一部抜粋しています1920年代30年代のゴミを見ると木や竹や藁こういったゴミが多いことに気がつきます 昔の日本人の暮らしというのを考えてみますと藁や竹といいったたもののが暮らししまな場面で使われていました器としてあるいは物を包むものとして日常の道具としてあるいはわらじのように履物としてさまざまな形で木や藁や竹が使われていました。 そうしたものがゴミになって出てきますので、比率としても多くなっています。ゴミの中身が大きく変わり出すのは、第二次世界大戦後、高度経済成長期に入ってからです。この時代、紙やプラスチックというものがゴミになって出るようになり、比率が徐々に増えていきます。 またそれ以前は出ていなかったガラスや金属というものがゴミになるようになりましたゴミ問題でよく注目を集める飲料容器で考えてみましょうかつての日本ではソフトドリンクもお酒も繰り返し使える一生瓶であったりあるいはリターナブルのガラス瓶で売られていました消費した後はそれをお店に返していく でお店ではその空いた瓶をメーカーに戻してメーカーは繰り返しその瓶を使っていくそういった形で売られていたわけですそうした再使用瓶を使うという習慣が変わってきたのは60年代の半ばに缶飲料が普及し始めてからです金属はそれまで貴重だったものですが 缶飲料になって使い捨てられるように変わっていきました空き缶のポイ捨てが問題になり缶のリサイクルということが環境問題の課題に上がってくることになります我々が現在よく使っているペットボトルこちらも飲料容器として特に小型の飲料容器に使われるようになったのは比較的最近のことです 缶からペットボトルへの切り替えというのは急速に進んでいきました10年もかからないうちにペットボトルが飲み物を売るときの中心に変わっていったわけですこうした変化というものがプラスチックがゴミになって出ていく比率が増えているあるいは金属がゴミになっていく という変化に現れていますもう一つ注目したい点があります日本人のゴミの中心は戦前から戦後にかけてずっと中海類、えー、生ゴミでしたでこの生ゴミの比率がずっと高いわけですけれども中身に関してはあ少しずつ変わってきている部分があります このグラフは日本人に提供されている食品のカロリーですね供給熱量と言いますけれどもこれを示しているこれが上のグラフです。一方で下の赤のグラフこちらは摂取熱量と言いますけれども日本人が食べている食品の熱量です。 供給熱量というのは、供給されている食料の量と関係していると考えてよいでしょう。一方で、摂取熱量は、日本人が食べている、消費している食品の熱量と考えることができます。ということは、この差はどう考えたらよいでしょうか。いろいろな考え方がありますが、この差のかなりの部分が、 供給されたけれども食べられることなく、ゴミになっていった量と考えることができます。1990年代の終わり頃までですね、この差がどんどん広がっていて、つまり供給されているけれども、食べられないゴミが増えてきているということがわかります。少し前の京都市民のゴミの調査の データです家庭から出てきているごみのうちですね生ごみの中で食べ残しが約4割占めていますでこの4割の食べ残しのうち6割ですね22.2%が手つかずのまま捨てられているということが分かっています。 供給された食べ物、買ってきた食べ物を食べて残すのではなくて、食べずに捨てているという量がかなり出てきているということがわかります。これもまた私たちの暮らしが変わってきたことの反映と言えるでしょう。さまざまな形で私たちの暮らしというのは変わってきました。私たちの暮らしが便利になる中で、そのために、 持ち運びが便利なように軽い素材にしましまょう軽い素材で物を作りましょうあるいはかつては使い終わった容器を返しに行っていたものをその手間を省くために使い捨てにしましょうあるいは食品を高度な包装技術で包むことによって長期保存できるようにしましょうこうすることによって私たちは日本国内では食べられないような 外国で作られたさまざまな食品というものを食べることができるようになりましたまたそうした保存技術を背景に加工食品あるいは、えー、コンビニやスーパーなどで加工された食品いわゆる中食化ということが進むようになりました食の面以外でもさまざまな世の中の移り変わり 流行が変わっていくあるいは新しい技術が出てくるそうした中でそれまで使っていたものを、まあ、飽きてしまったりですね場合によっては使えなくなったということで、えー、ゴミにしていくということも出てくるようになりました時代時代のゴミそしてそうしたゴミがどう変化してきたかということは私たちの暮らしをそして経済を映し出しているということが お分かりいただけたかと思います未来への授業次回はご覧の内容です